さんこんにちは、大瀬です。今回ですね、大阪の方に行きまして、大阪エベッサ対琉球ゴールデンキングスの、試合の観戦記をちょっと簡単にお送りしたいなと思います。ちょっと体育館の中がですね、動画撮影はちょっと禁止なので、写真にてお送りしたいと思います。ちょっと拙い説明等ございますが、何卒ご了承願います。それでは早速どうぞ。はい、難波駅に到着しました。今日の会場エディオンアリーナ大阪まで、もうここから歩いてすぐなので、そのままエディオンアリーナ大阪に行きたいと思います。エディオンアリーナ大阪に到着しました。平日にもかかわらずたくさんのファンが駆けつけています。伝統の一戦、大阪エベッサ対琉球ゴールデンキングス、やはりこの名勝負を見るためにもファンはたくさん駆けつけてくれています。はい、今から大阪エベッサ対琉球ゴールデンキングスの、風景をお送りしたいと思います。会場内に入りましたら、選手たちはアップをしていました。私も、琉球ゴールデンキングスのレプリカのコスチュームを着て応援の準備もしました。体育館全体はこんな感じですね。四方を見渡しても、大阪エベッサファンのブースター並びに琉球ゴールデンキングスのブースターが駆け寄って、約3800人の観客が今日は集まってくれています。これが大阪エベッサのオープニングの演出ですね。パイロットを使って非常に演出が派手なものとなっています。こちらが前半の風景ですね。前半始まってからキングスの、ハードなディフェンスが、機能し、大阪エベッサに好きなプレーはさせませんでした。オフェンス面では、岸本選手、水崎選手、長谷川選手のスリーポイントが決まり、さらには並沢選手のアシストからのクーリー選手のシュートなどホットラインが機能し、前半は琉球ゴールデンキングスが優位で終えます。後半に入ってからも、キングスの勢いは衰えず、そのまま攻め続けています。時にはね、大阪エベッサの橋本選手の、スティールからの、ダンクが決まったり、大阪エベッサは盛り上げるシーンもありました。それでも、ジャック・クーリー選手、デモン・ブルックス選手を中心に、ドロップサクリバウンドに絡み、オフェンスリバウンドからのセカンドチャンスを得て、そこからシュートが決まるという風なシーンも多かったです。そして琉球ゴールデンキングスが全クォーター通して一度もリードも許すことなく、勝利しました。はい、大阪から戻ってまいりました。もう時刻はもうすぐ12時になろうとしています。今日の試合は、55対73で琉球ゴールデンキングスが無事勝利しました。今日の試合はそうですね、やっぱジャック・クーリー選手が20得点19リバウンドのダブルダブル達成を筆頭に、並里選手の9アシストも輝く、攻守ともともに輝いたいい試合だったと思います。いやー、まあそれでもね、ちょっと応援のしすぎて声もガラガラで、まあ一人でね、いつも見ているんですけどね、まあ一人でも関係なしにも声大声出して、琉球ゴールデンキングスにエールは常に送っていきたいと思います。次回はですね、島根スサノオマジックの、試合の会場の場所並びにその風景をお送りできたらいいなと思います。そしてキングス、これからも突っ走って西地区優勝願いたいです。ゴーゴーキングス、ゴーゴーキングス。以上です。